はいどうも皆さんこんにちは、TK 実力者じゃなくてタイチャンネルのタイです。ですね、今回はですね、今日ですね、朝だいたい7時くらいですかね、そんくらいの時間帯に、YouTube のなんか設定を開こうとしたらですね、著作権がどうたるこうたるみたいな感じに、そういう文字が現れてきました。多分ですね、それで著作権が引っかかったとかそんな感じだったので、まあその説明を見ていましたらね、ある一つの動画が原因で著作権に引っかかったとなっておりまして、その動画がですね、その題名が多分動画にあると思うんですが、ああもう指がという一言日記、一言日記、ああもう指がっていう感じの題名なんですが、それが著作権に引っかかりましてね、僕的にも誰から見ても何もない、そういう普通の動画なんですが、なぜか分かんないんですが、もう著作権、だからなんかその動画が通報されたみたいな感じだったので、YouTube の多分運営の誤解だと思います。そういう動画はですね、たまに僕が見てても結構あると思いますので、多分今回のその著作権に、じゃあ著作権じゃなくてそういうコンテンツが利用できなくなったみたいになった、その原因はですね、やっぱり、僕の動画ではないと思います。その YouTube の運営の方が誤解したのが原因だと思います。引き続きそういうのをどうすればいいのかわからないですが、YouTube の運営さんがこの動画を見てるなら、ですね、そのもう一回動画を見てください。そこには普通の動画なので著作権に引っかかるようなことは全然ありません。しかも通報されるような感じの動画ではありません。以上です。では失礼いたします。